あと偶然何回かあったんですけども、もうとぼけて逃げちゃったみたいなね、そんなことがありました。でもですね、でもですね、そこからでもちゃんと売り上げ上げてるんですよ、うん、やっぱりね。何をきっかけにするかですよね。おはようございます。どうもどうも。何をきっかけにするかなんですけども、まあ、私の場合はですね、マトリックスアフィリエイトというそういう風な塾に入った時に、あの同じ塾生さんと仲良くしていて、でいろいろとねリーダーシップ取って、目立っていったんですよ。その時に一からね、稼ぐ方法とかを提供してご納得いただいて入金いただくみたいな形ができたんですよね、うん、でも確かにその一番最初のきっかけっていうのは、吉谷さんの提供したスマホアプリ教材だったかもしれません。でもね、やっぱりこのスマホアプリ教材をどう活かすか、どう活かせるのかっていうのは本人の裁量なんですよね。で私の場合は異業種交流会、それからランチ会、これをね細かく言ってたのと、自分で店を経営してたんで、お客様とか取引先様って似たわけなんですよ。だからそういう人たちに対してスマホアプリ教材を おすすめしていったりとかね、それから私は当時の政権を持っていた政治家さんともちょっとお知り合いがいましたんで、政権のことをね、ご自身の考えのことをスマホアプリに入れて、電子書籍として、まあ、出していきませんかっていうプロデュースもあるんですね、まあ、それも話を聞いていただいたりとかして、まあ、私のね、一つのお力になったということだったんですよね、まあ、そういうことでスマホアプリ教材がなんで売り上げ取れたのかっていうと、今までの人生がきちんとね構築できていたからなんではないかなと思うんですよ。そしてもう一つ、その構築できた人生に対してセールスをちゃんと埋めていたかなと。これを体系化すると、素養があったか、努力ができたか、そして最後運があったのかっていう、この3つに分かれるんですよ。素養があったかどうかっていうのは生まれ持った自分のモチベーションですよね、何事にも物怖じせずに、トライしていく精神っていうのは、これはね先天的によるものが多いんじゃないかなというふうに感じています。それから2つ目の努力っていうのは、きちんと勇気を出して人に物を伝えていってるかってことですよね。これが2つ目。3つ目は運です。相手の気持ちによって自分が紹介したものが受け取ってもらえるかっていうのは、これタイミングがあるんですよ、ね、だからこういうところは運もあるのかなと思いながら、この3つの要素がきちっと一直線に並んだ時にセールス成功ということで収入になるのかなと思ってますね、まあ、そういう意味では自分のやってきたこと、そしてやらなかったことが今日の結果になっているっていうのは、まあ、変わらないのかなと思います。で、今回の動画の最後なんですけども、結局私はビジネスをやってるように見えるんですけども、うん、これから一つ話す事例っていうのはビジネスなんですかねってことなんですけど、私は先日ね、トランザムを83年式を買いまして、ナイト2000にレプリカ改造したものがあります。フルコンプリートでレプリカになってます。でこちらを宝塚北インターとね、それから西青倉村に持って行って多くの方に見ていただきました。これをきっかけにですね、私のナイトライダー関連の動画っていう再生数がものすごく視聴者数で獲得して、チャンネル登録者数はあれから500人ぐらい増えてですね、1ヶ月も経たないうちに。それから再生数っていうのは10万回を超えたものも出てきたりとかね、3万回5万回っていうのもナイトライダー関連の短い動画でね、まあ、続出してるわけなんですよ。プラス同じナイトライダーのレプリカを持っているオーナーさんから私は連絡をどんどんいただくようになりました。当然ね、これ人を集めるってこと、集客に成功してるっていう側面もありますし、売り上げもきちんと立ってるんで収入にもなってるって側面がありますけども、これビジネスですかね。私はそれを狙ってやったわけじゃないんですよ。自分の欲望の赴くままに車を買って、自分の欲望の赴くままに走っていって、自分の欲望の赴くままに帰ってきたということだけなんですよね。これビジネスですかね。これをビジネスやってるって言われたら、私は生きてること自体がビジネスをやってることなんで、ビジネスを永遠にやめることができないということになります。本当に極端に言ったらですね、何をやっても収入になる形っていうのができちゃうんじゃないかなと思うんですよ。だからわざわざね、あえてね、ローンチを組んだりとか、台本通りに動画を作らなくても売り上げっていうのは立っていくっていうかね、ことになると思います。で今回の動画の最後に一つの事例をお話したいと思います。おとといの朝だったと思うんですけど、私ね、Facebook である記事を書いたんですよ。で、速稼塾ってのはこういう風な形ですよってのはね、珍しく書いてみたんですね。そうすると、昨日と
おととい昨日のこの2日間ですね、それが今朝までに、100件を超えるメッセージね、速稼塾ってのは何ですかと、速稼塾入りたいですってメッセージをね本当にいただいて、ちょっとね対応できてないんですよ。で8月1日に帰国するんで、それから一件一件メールで返信しますねってことをお伝えして、まあそれぐらいしかできなかったんですよね、これビジネスですかね。私は記事を自由に書いて塾生を集めようと思って書いたわけじゃないんですよ。速稼塾ってのはこうですよって書いたら、それを擁護するすでに速稼塾入ってらっしゃる方が、本当に速稼塾はそうでしたとかね、売り上げすごく立って儲かりましたみたいなのを書いてくださったりとか、これビジネスなんですかね。別に役者を仕込んだわけでも台本作ったけども、いきなり私が感情の奥まで書いただけなんで、これもだからね、狙ってやったもんでも何でもなくって、今までのこうライフスタイルがそのまんまビジネスと一直線上に並んだってことなのかなと思うんですよね。まあいろいろと不思議なことが起きるもんだなと思いますよね。はい、皆さんのところにもビジネスの成功がありますように願っております。では本日は以上です。